なんと熊本北倫理法人会の講話に読んでいただきました。こんなボンクラ2代目社長はですね、本当にありがとうございます。皆様のお役に立てるように頑張りますので、一つよろしくお願い申し上げます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職、永田光希でございます。今ですね、朝のなんとですね7時6分朝動画でございます。いやー、今日一応3時から起きてですね、一応こちら4時半にお伺いさせてもらいまして、なんとですね、もうすぐ7時からです。7時15分からかな。まあまあ、私のですね、ちょっとお話を聞いさせていただいているとのことでですね、皆様のお役に立てれば幸いでございます。まあ、もう今年60になりましてですね、まあ、家族経営、小さな三茶経営でございますけどですね、なんとか生き延びておりますので、そのお話をさせていただきます。熊本の皆様の企業が元気になるようにですね、私の微々たる経験が何かのお役に立てれば幸いでございます。ちなみにですね、お店は平常通り営業しております。まあ、今日は夜、朝の営業は中止でございますけど、8時半にはうちの弟営業部長がお伺いしますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。さあ、じゃあ今日も一発頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。ちょっと待ってください、ね、最後の一つね、はい、段取りが悪くてね、出すのを忘れておりました。はい、では一つですね、はい、では今日も頑張ってまいります。皆様の開運ご発展、心よりお祈り申し上げます。